今日ちょっと頑張らんとなっていうのはもう分かってます、誰よりも。昨日も話した尾崎さんと、今日頑張んなきゃいけない、明日ちょっとなんか頑張らんといけない、盛り上がった感じにはしたいな。回しとるやないかお前。ほらほらテンション上がった、ほらスイッチ入った、タレントやあれだっつもう、うっせ、もうもう一回俺タイル下ろせよお前、もうここでいいですか、うん、もう歩いて帰る、歩いて帰る、ちょっと声もらっていいですか、チンポドグサレチンポ。ちょ、誰か LINE して大崎さんに向かってますよね、はいはい、まあ、地下まで俺行かないから抽選、うん、上がってきてしてください、はい、うん、出ない、出ない、走ってくんのかな、昨日飲んだもないはずやで、だって昨日飲んだもないはずな、多分だってそのまま真っすぐ帰るような感じだったよ、やってんのかこれ、もう一人実践に切り替えるこっから大崎さん来ないか、もう来たの直木ルーファスだけやぞ、そうだよこれ、ヤングと直木のじゃねえからヤングと直木ハゲシラが実践じゃねえ、おもろいけどバベル出すぞ、あーもう早起き損壊やこれもう、ゆからさん、ゆからでよかったやろ、あーいや違うのよ、二人でやんないんだったら今日やる必要ない、そうそうそう、本当だよ、そうここしかねえからっつってやってんだよ、うん、バラすこれ、おお、どうなってんだ、喫茶店行くか、なあちょっと、じゃあ俺抑えたって意味ねえもん、ね、そうなの、ふざけてんな、マジかよ、なんで今日なんだよ、会話もねえよ別に、あすいません、なんでか寝過ごしました、今から行くです、11時までには、まんちゃん、まんちゃん寝過ごした、取らねえやろいいのかな入っちゃって、ええやろ、こんな感じなのか、エヴァ、シード、ユニコーン、エンゲン、エンゲン、エンゲン、リゼロ、リゼロ、バカボン、ソードアート、ソードアート、うん、悪くない、悪くない、悪くない、あった、キャンカグヤ、これ1個と、あ、望郷こっちか、ああ、悪くない、よし、先読み入れっぞ、まあまあ打ってます、初めて、あ、ほんと、先読みチャンスの先どきを入れた感じね、うん、感じです、はい、まんちゃん来る、まだわかんないけど、まあ48分つか、もう間もなくじゃない、おざす、とりあえず今もうヤングさん台選びに行ってるんで先台選んじゃいましょうか、起きたら鬼伝が来てたみたいな、あ、そうそう、なんかなんとなくのあの、はい、なってるような感じの雰囲気で目が覚めたんで、はい、いつもだったら嫁と子供起きてから、はい、上バタバスが起きるんだけど今日日曜でしょ、そうですね、誰もまだ起きてないっていうのもあったんです、すいません、いろいろ重なっちゃいました、そうめったない、え、これ使うのかよお前これを俺の言い訳の言い訳のくだりみたいな言っとけ、年に1回も遅刻なんかないからね、場合は悪くないだから全て快適要因によるもんだ、うん、さあ行きましょう、そしたらマナホンやめて、あ、この人面倒したそうですねこれ使っていいんですか、いいよ大丈夫、どんどん使えよどういう変色は皆さんググってくださいね、さあ行きましょうなんかニコニコしてんぞ全く悪びれてない感じ、あ、いいです、はいはいはい、おはようございます、おはようございますおはようございます
何テンション低めでやってんだお前、せっかくワイが日曜日にこんな言葉を言ったのに。何だろう、しかも今割れたな。すいません、機材まで壊したんですか。すいません、おい、すいません、加減しろよお前。ああ割れました、何かがわからんけど割れた。お裏でオープニングやるぞ。はい、最悪や、照れ隠しやで、あれ。あそうね、知ってる知ってるな、行こう。ただ単純に迷惑だけど本当に。ええ、それだけは間違いない。インターネットをご覧の皆様、おはようございます。おっさんですがヤングです。おはようございます。ということで、お昼近いよ。今日も、ネチケットに気をつけて、頑張ります。ヒラリン、開けた開けた。ということでね、おはようございます。パチンコうちの日常をね、お届けするほのぼの新番組ヤングの今日もパチッチャオのお時間でございます。さ、しばらくお付き合いください。まず言うことあんだろ。おい、やっぱこうね、段積みしていけば分からなくなるっていうのはあるんじゃないですか。ごまけな、そういう感じないですか。ごまけねえ。まあ、ということでね、今回がね、というかね、今回が新企画を、ね、はあ、そうです。昨日もね、大崎さんと一緒だったんですけど、はいはい、明日はちょっと新企画ですね、ちょっと気合い入れて頑張らんとな。お店さんにもね、ご挨拶がございますし、って言ってたんですけど、はい、朝から大崎さんが来ない。もうなんかね、新企画の冒頭でこういうことやると、こういう人だとか、なんかこう延長するからやめろって言ったわけよ。しれっとこう時間に来てる体でやって、おはようございますみたいな、そういう。そこまで気づいてもらえると思うんですか。いやいや違う違う、こっちは気使ったんだ、お前の番組延長したら困るから。最初はやろう。すいません、ちょっと遅れました。理由はですね、まず目覚ましをかける前に寝しまった。まあ、これまあたまにある。いつもだと家族のものが朝起き出してゴシ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 が起きるんだけど、日曜日わいが悪いんじゃなかった、これ日曜日よかった。すいません。ということで、今日昼のチャーハンの方はわいが怒ります。そろそろ並ばないと間に合わないですよ。そんなうまいとこあるの、おいしいチャーハンや。そろそろ間に合わないと座れない。 あるんですか。あります、あります。大崎さんはあのパチンコ屋の回転には並ばないけど、チャーハン屋の回転には並ぶ。これがね、はい、1,2,3 全員、チャーシューチャーハンの大盛り、うまいよ。はい、並ばないけんところで食えないじゃないですか。あ、そうですね。ね、じゃあ俺ももうどうしたらいいのかな。まあ、こういうね、イレギュラーに対応できるのが MC の力量っていうんだよ。確かに毎回毎回予定調和で俺と思っちゃってんじゃねーの。まあそうだろ、まあ数々対応してきたわ。ちゃう、俺はもうちょっとお前が申し訳なさそうな顔してくると思う。ちょっとどういうテンションでね、あの駅の傘を出るか超悩みながら来たからね。あと三脚の請求書が行きます。1時間遅刻した上になんかちょっと照れくさかったんですよね。ちょっとふざけ倒して後ろ三脚バーン倒して壊すっていうね。撮影に今ね、支障が生じてるから。まああの東京オフラインセンターからの請求書は大崎さんに一層です。よろしくお願いします。はい、新企画ですよ。新企画ですね。これからね、定期的にこれをね、やっていこうじゃないかっていう感じになって、ヤングの、なんだっけ、じゃあ、万発ヤングのわからん人置いていきますよみたいな感じになるんですか。いや、ちゃう、どうしようかな。置いていけ、もうここまでね、もうあとなんだっけ、当たったり当たっちゃってるじゃん。見たい人だけ見てください。万発ヤングの見たい人だけ見てください。いいですね、いいですね。俺今日ね、万発さん勝って、ヤングがボロ負けまであると思う。ある。サキサキさん。マジであると。それあるな。マジであるな。それかなりありそうな感じよね。チャーハンじゃ折り詰めしてもらってるから。あのね、折り詰めな。じゃあのね、うん、パチンコ収録あるあるじゃないですか。帰国したやつがまあまあ勝つ。そうな。そうそうそう。まあええわ。とりあえずやろうぜ。やりましょう。ということでね、今日は大崎さんと楽しく打てたらという一日になっております。はいはい。よろしくお願いします。行ってまいります。あら、お山。大きい山。誰もが太刀打ちできない高い山、大山店。数々のパチンコ地や挑み、そして至極を見てきた店だ。そんなストーリー。そうだ。さあ何やろうかな。ここは若者受けを狙ってソードアートオンラインじゃないですか、パイセン。そんなもんソードアートだろ。ソードアート何にも知らねえけどやっちまえや。やってるや。さあソードアートオンラインです。
どんな話か知らない。ゲームに転生してなんか戦っているっていうことだけ分かりましたが。そうですね、お前も知らねえんだろ。そうですね。いや見たことないです。ないないね。でもまあ有名らしいんですよ。有名らしい、はい、その界隈だと。やっぱあれ大崎さんも丸くなったってことなんですかね。何がいう感じの。いや分からん、今日の今日の気分やろあれなあ。そうなんかな。ちょっと新たなパターンやったで。あ、そうね。おう、でも分かるわ、なんだろう、三脚でさ、うこう倒しちゃった時の感じのさ、やっちまったか、照れ隠しなんだけど割と空回りしてましたよ。ああいうとこあるよね。すごく空回りしてました。さあ周りが上がってきてます。18個ぐらいまでこのペースで回ってくれれば全然打てるよね、うん、だけどさ、ヤングさん遅刻減ったよね。減った、マジで、うん、寝れんようになったからよ。ああそうか。ただ睡眠のその一番真ん中の時に起きんといけん時はあしんどくて二度寝とか。そうな、防御線開いたけど、でもまあ角が回んなかったっぽい、ね、今日俺防御線打つぞ。ああいいですけど、まあちょっと見切りますか。ええ、ただこれは俺は村だと思ってっけど。ああじゃあ角打つ、まあ、角の方がありがたいかな、うん、そうやろ、うん、いつしかハマってるよね。何が防強制結構打ってるの。違うんですよ、やれてないだけ。そうこの台もお話知らないけど、はい、なんか戦って勝ちゃいいんでしょみたいな感じでしょ。要するになんか一応なんかゲームの世界に入り込んで出れなくなっちゃって、うん、それをクリアしないと要は現実世界に戻れないですよみたいな話らしいんですよ。僕もちょっとあんまり詳しくないんですけど。あれだな、主人公とかみんなは転生したことを自覚してるんだな。そうですね、自分らで入ったっていうか、ゲームの中にその、うん、なんですか、体感ゲームみたいなのにやり始めたらそこから出られなくなっちゃったみたいな。なるほどね、話みたいですよ。だからうだつながらない君も本当の自分は自分じゃないんだって現実逃避しながらね、一生あの世の中に恨み吐きながら生きている、生きていけお前らな。誰に向けてメッセージ言ってるんですか。それはな、はい、若い時にな努力を怠って逃げてきた奴らに言ってるんだ日本は終わってんじゃねえ、終わってんのお前だっていう厳しいね現実を突きつけていこう。啓蒙番組でございます。なるほど、大崎さん若い時逃げてこなかったんですか。逃げたからこんなことやってる頼まないかお前。あれスタートフラッシュだけ入れてます。え、知らん、もともとなってったね。あ、ほんとスタートフラッシュになってるね。なんか入ってるっぽいですね。いわゆる先バレのやつ。そうだね、前のお客さんがやってるまんまなんだな。いいよ先バレいいじゃん、はい、さあとか言って、はい、無駄話しかしてないうちに1万円も使ってしまいました、はい、多分16個ぐらいですね、はい、感覚的に15、6個。まあいいです、全然よき。さあ2枚目いってみたいと思います、はい、まあ今のところ何もなんでこのままやめるわけにもいかないっていう事情が、ね、何かしらはちょっと起こしたいですよね。なんかすげえなこの台、8連27連7連5連9連ってどんだけ出てんの。履歴がえぐい。27連ってすごいね。すごいよ、しかも全部格円でめちゃくちゃ出てんねこれ。まだ大崎さんも何もなさそうだな、うん、ソードアート。うん、あれいきなり起きるからな。あれの先バレみたいのも気持ちいいよね。ああすごい音する。これ何カスタムっていうの。これはいきなりの入賞時のティキューンってここ赤く光るんだけど、そこが光るんだ、うん、それプラス、先読み大チャンスを入れてるから、そこで入ったのがもう白地化してる時点で、はいはい、先読んでるから信頼度 85%、うん、そんなあんの、うん、へえ。それが、まあ、いわゆる琵琶湖仕込みのマキコスペシャルみたいなやつ。なるほどね、うん、だ琵琶湖さん言ってたよこの間。なんて、ヒロシは、うん、私が教えたのに、うん、もう自分の子が知ってたかのように喋るから、うんうん、初めに必ず琵琶湖に教えてもらったって言ってほしいって言ってたそうっすか、うん、あ、わかりました。これは琵琶湖に教えてもらった、そうそう、琵琶湖カスタムです。そうそう、回るじゃん。2万円目いきます。恒例のやつですよ。いきますよ皆様。出るぞ皆様ご賞はくださいご一緒にせーの2万目バシュン。ダサいんだよなこれだいぶ気に入ってるけどいつからやりだしたんだろうな。分からん分からん、スーマスロ北斗が出てからや。そうだね、思い出したかのように間違いなく。なんかいい感じで回ってますね。ええ、なんかないか起きないかな。キョキョンでしょ。もうちょっとマットって使わさいよ。
今やりますからヤングさんが逆キョンで 85% なの？ちゃうよちゃうよ、逆キョンは 50% で、おでそれに先読み圧をかませてるから、おそれが起きて先読みが起きた時にはもう 85% っていう、あそういうことね。お互い単体もあるってこと？あるある、ソロ、あそれぞれにソロで走らせられるんだけど、それをガッチャンコさせるのがマキコスペシャルや。なるほど、パチンコ依存症が編み出した楽しみ方や。 85% か、うん、外れる時あるな。俺琵琶湖とやった時外し倒したのよ、あなんで 85% そんな外すって言われて、あなるほど知らんがなみたいな、はいはい、先読んでないこれ、あ点滅しております。あれでもドゥキューンって言ってないのにな、ただの先読みが引っかかったってこと？よくわかんない。いや先読みはしてるね、うん、ブルレ、はい、青にはなった。あなんかビカビカしてるよ。だって先読みが大チャンスが入ってたら何パーぐらいなの？ 85% じゃろう。あ先読み大チャンスはもう 85% あんのこれ、うん、マジ？いや分からん分からんのよ、だドゥキューン言ってないから。ほらだって、はい2、3、2、いや行くでしょう。1、0までいったらな、1でリーチかかっちゃったらダメやで、まだここはまだ行くと思うのよ。はいはい、あのドゥーンで、はいはい、1、ブルッテル、はいはい、ブルッタ、ブルッテル、ブルッテル、ブルッテル、0、はい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 、これ当たったわ、真剣。今キリンじゃなかった、愚かさをかみしめよう。俺もズキュンと先読み合わせで85じゃないのなのかな。まあいずれにしても熱い、ブルッテたし、よし。さあこれはもう上行ってラオウなら最高。かっこいいな、上行ってチャンスアップがはいはいない。うわーお前か、弱い弱い、せめてジャギであってほしかったけど。図柄4、うん、この図柄の秘密とかなんかあるんやろ多分な。やっぱカットインなの？カットインはあるやろな。キリンとかってこと、うんうん、キリンフラッシュ、キリンフラッシュなるやつ。お前はもう裸になれ。あーダメだこれ、なんか俺当たらん気がしてきた。ほらほら緑カットインですよ、ほらダメだな、うん、ダメ、緑保留緑カットインじゃ、うん、ドキョンって言わんかったからな。当たるんかい。当たんのんかい。やっぱブルってたからな。まあね、うん、俺ね先読みあのフラッシュなしで当たったの初めてです。あまあ、2つかけてるけど先読みだけが生きてたってことやな。そうそうそう、白点滅から入って、さあどうなる。こっからです。来ましたお兄ちゃん。ああなるほど、こういうことか。そう俺はねこれね剣豪軍ボーナスだと思うよ。行きそう、行ってよ。ありがとうよ。よし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 、ありがとうございます。よしこれでラッシュね。ありがとうございます。この 5% で3000があるってことか。そうです。よしよし、時間通り来るやつが出すんや。あいいね、うん、そうだよ、うん、だった、当たりました。ラッシュ当たってるわ。よしここよ、見たい。3になってたね。保留告知タイプ今だ。
保留はどこに。あーかわいい、うまっ。もうレインボーやろ、うーまっ。3000やろ、キリン、うまっ。あらざす、押します。はいはい、よいしょ。あー、はい、3000、いいね、はい、3000、気持ちいいね。こういうこと、こういうこと、一発目でやりました。あ、気持ちいいじゃない。ありがとうございます。天才がおるぞ。早起きは三文の得とはよく言ったもんですな。はいはいはい、4500発、はい、もうチャラになりました。マンちゃんいらなかったんじゃない。いらなかった、正直。正直打足、いい打足ですな、うん、これインターバルあるやつ。3000取るときある。あ、だからハマりたい、ハマりたい。あ、なるほど、そっか、 50% が3000だ。まあまあまあ、3000取れただけマッパでかいよね。そう、普通にね。どんだけ3000取れるかゲームやろ、これな。はい、これで一旦終わり。はい、ほら、はいはいはい、4 5 6 7 14は抜けてほしいよね、うん、どうせなら、うん、確率はと超えてほしい。あ、11回転当たりそう。11回転目だから確率です、今日は。はいはい、はい、あー気持ちいい。ええぞ、ええぞら、気持ちいいな。一回切ります。はいはい、保留でやるはずだ。もうあの白点滅が2個来てるから。おお、これがどうかっていう話ですよ。ダメだ、7、今だ、白点滅。当たっちゃった。ああ、天才。はい、3000、はい、3000。ガッシャガガハイとか言ってるんでしょ。あ、そうです、ね、芸風あれしかないから。はい、ありがとう、どうぞ。7になります。7500発、絶好調。天才がおる、シャシャガハイみたいな、ハイサーみたいなやってるみたいな。そう、気持ちいいな、シャキシャキだが。ありがとうございます、シャキシャキだが。え、お前朝からパチンコか、お前。お前ほんといらんこと言ったら殺すからな、お前な。マジで嘘じゃない、お前マジで殺すからな、お前。嘘に含まれて、じゃもうやめた、お前もうほんとな。あ、お前マジでいらんこと言ったら殺すからな。本当に怒ってる、本当に怒ってると思う、本当に怒ってるぞ。マジでやめろよな、お前な。大丈夫、マジでやめろって言ってんだよ、お前な。シャキシャキだな。出てんの機嫌悪いよ、あっ、捕まった、お前もう散々闇。え、俺何にも言ってないよ、ね、言ってるよな、闇たっぷりに言った、お前な。謝れ、この野郎。本当のやつや、すごいやつが、本当のやつよ、これ戸田で立て込みとかやるんだよ、ね、え、すごいよね。ちょっと気まずそうな顔してました。当たり前よ。バカ、超仕込みやがって。仕事はね、金がねえってかも、もう一緒にやるかって。本当だわ。もうじゃあっという間に1万発出んな、これ引ければね。やっぱ早い、保留変わればチャンスってことだな。ちょっとでも色つけば、色つけば大チャンスやろ。早いな。9位、何もなくて当たるの見たい。今だ。お？ああ、これな。あ、これか。これ厳しいんや、割と。赤まで行けば行かないんだ、ね。ダメか。リアスト。チャージはしてます。これ4個分一遍のタイプね。そうそうそう、誰か、誰で、誰が来るかです。龍拳来たらもう諦めなきゃ。大体龍拳やね。あー、なるほど。ハゲでも 25% あるって言うけど、当たったことないですから。ユダオ弱いもん。ハゲにはめっぽう弱いで。ないかー、くー、もう一回ワンチャンあるけどね。あ、そうなんだ、
まあほぼほぼですよ。早いな。1-0。はい。左打ちへ戻す。なるほど。です。以上です。まあ3002個取れたらね優秀ですよ。シャキシャキだが。あんたに怒られると思わなかった。なんで俺が怒れなきゃいけないかわからんの。謎。そんな全部自分が悪いんじゃないかな。まあ見せ場あいつやってるからいいかな。そうですね。とりあえず。とりあえずいいかな。とりあえずなんとなく形にはなりそう。形にはなんとなくしていかないといけないからね。あ、お、来た。なんだこれ。多分それがスタート白フラッシュですね。でチャンスですよ。そうなの。はい。で赤だとあれが赤く光る。なるほどね。白だとあれが白く光る。でもどこもホリルピッカーしてないよ。そうですね。そうですねじゃねえだろ。そうですねじゃねえよ。どれがそのホリルか分かんないじゃないですか。最後なの、はい、だと思いますよ。本当ですか、はい、今のが先バレで間違いないですか。今のが先バレ間違いないです。本当ですか、はい、間違いないはずです。これだドーン。静かですよ。パイセンでここからなんか前兆みたいな感じにいくんじゃないですか。せめて赤。な弱いよ。いいんですか。不穏な金とかなってるから、まあ、一応なんかありそうな。あら、これはここは行くだろうよ、お前バレちゃうんだ。お、いいよいいよ。デスゲーム開幕。引っ張ってのチャンス目、はい、まあギリ3はするでしょうね。します、はい、さあ、あとは金色な何かが出るかどうかですね。 お、いやいや、全然しょ。全然ですか。全然しょ。これもう全然ダメですよ。これ赤でもダメですよ。金までいかない。金系欲しいですね。割とあの法則があって気がつかないプレミアとか当たり 100% 状態みたいなのあるけど、分かんないです場合には。今のは多分二刀流エースに行かなかったっていう。ああ、じゃあ弱の方ってことでしょ。あ、でも赤保留。いやあ、全くまだ金色が一回も出てないですから、こういうの信用しちゃいけない。マジマジで散々騙されてきてんの。分かってる。まあこれ安キャバの手口だな。バレバレだったよねみたいな。バレなにやってくれよって話ですよね。あ、いかない。あ、でもいや、あれでもスイッチした。スイッチし、いや、うおー赤いですよ。いやそんなことじゃわいは何年騙されてきたと思ってんだよ、パチンコによ。こんなことじゃやられます。今スイッチなんだよ。こんなことじゃ騙されません。こんなことでは騙されない。騙されませんって。赤保留のスイッチ黄色が一個も出てんねん。わかる。ここで出てるかもしれない。こうやって許すよ。あ、地味。超地味じゃん。ちょっとダメそうだよ。これはダメだと思いますよ。さすがに、オーラまあこれふざけんなじゃなくて、うん、途中から脈ねえなってまあなったんで、はいはい、まあ良心的とは言えるな、はいはい、なれなれ見たいよ、なるとこ、はい、あららら、ちょうど引いたところ。いや、白点滅してないんだけど、ここよ、これ保留変わるかなんかがゾーンが降りとかね、何も起きねえから引きでも取ろうかなとか。 おこれはさっき読みじゃないね。あ、ました。あ、じゃあいいじゃない。 85% です。来ました。はいはいはい、トモゾーンです。トモゾネ。よし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 、トモゾーネ、トモゾネ、ブルレなし。まあまあまあ、こっからだよね、あとは。1500発は欲しいなって思ってます。2、
あ、来た。ゴラン、ゴラン、ゴランの人です。あ、来た来た来た、はいはいはい、これ超えた時点でさっきブルったよね。ゼロ行くでしょう、これは。1、0と、はい、ブルレ、ブルった、ブルリブルった、ブルった、あ、今ブルってます。はい、ゼロ。まあ、初代の頃からこれのなんかね、アニメみたいなあったもんね。そう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 、ああ、お前の命。はい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 、まあ当たるでしょうと思ってます。うん、ジャギー城がいいんですけど、これもこれあの縦割れてんのチャンスアップなんだよね。上行ってなんか、あ、これチャンスアップ、北斗七星。お、またお前や、またさっきとほぼ一緒です。前髪、チャンスアップが1個だけありました。緑保留でシーン先制ってことこれ。ああ、先制ってことです。ユリア殺すからな。はい、ああ、これは大丈夫だ。裸革ジャンバーン、ダメだ普通。いや大丈夫でしょ。でもいや、これがね、俺は意外と外れた経験、マジで手外れた経験もあるから。キリン、ほらまた緑やで。でもブ、お願いします、お願いします。よし、よかった。最低1500ね、はい、はいはいはい、弾増えました。オッケーオッケー、50何回転で当たったな、55回転ぐらいか。ゴーン、ドカラガシャーン。よし、レインボーじゃね。来た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 、あらら、じゃあ3000。あ、その可能性あるの。もうあるんじゃない、ないかな、わかんないけど。激推し、もうレインボーやったもん。7になる、ラッシュ確定やもん。何これ、はい、あ、もうラッシュなだけか、だけみたいです。とりあえずはね、はい、まあラウンド中にあるかもしれないけど、はい、いやー素晴らしい、1万発に乗せて飯行きましょう。そうですね、そうしましょう。またラッシュです、またラーです。保留でいい、来ないでいいからな、うん、そう、来んでいいからな来てもええけど普通に祝福してくれないのかな、お先に。そういうことできないんじゃないですか。そんなことができたら怒られないんですよ。 SOD のマジックミラー号しか見ないんですよ、うん、なんだそれ。一緒に見んの、奥さん。いや一緒に見ないですよ、さすがに。さすがに一緒には見ないです。うえーって見て、チェッてチェッてみたいな。2回も続けて入れたことないからってなると1個でも取りたいよね。そうですそうです、そう、まあ、そらそうです。3000とは言わんから。いやそうなんですよ、ほんとそうよ。あー、これ大事。あ、そうか、まあ止めて保留ゼロにしとるからこうなるよね。大事大事、参りましょう。はいよ、納得がいくまで待ちます。今だ、これ割といいと思います。さっき一発目やったもんな。保留、入れ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 、変われ。お、あ、国王号、お馬さん来た、打っちゃおう、外れた、うん、あ、違うか、白点滅が上ね、上か。変わればもう大チャンスやと思うけど、この間に、まあ、さっき白点滅だけで当たったかな。 A ブルったりしない。いや本当ですよ、変われよ。ダメか、うわ早いな。11分の1、当たった。おお、あの2ラウンドのやつ、巻き戻しです。なるほど、よかったよかった。こっから昇格ないのかな。ないと思います。
まだ10回転でだから。まあいいね。ええ、とりあえずは。さあ、生かそう、これを。今だ。ちょうど確率のとこではまったからな。ちょっと。1個は取りたいよ。全然白点滅来てないな。今だ。お、あ、もう見えないんだなこれね。満タンになっちゃうね、ゼロだから。うわ、早いんだよ、これがあるんですよ。ちょ、ちょ、龍拳以外来いよ、たまには。え、何個もキャラいるの？いるいるいる。ハゲでもハゲでもハゲでもハゲ先生でした。当たったことないもん。 25% って言うとるけど。あ、そろそろじゃない。いや無理なんですよ。よいしょ。しょ、巻き戻し1回だけか。2ラウンド、まさに1500でも取れてるやんな。7750発です。3万1000分ある。飯行く？行こうか。1時前、うん、ああ、尾崎さん聞いてみて。尾崎さんなんかもうご飯行くみたいです。え、飯食い行くの？え、真面目に言ってる？はい、お昼行くみたいです。あら、行ってもいい、何にもないけどいいんですか？そうですね、白フラッシュ1回。ええー、要望地行きます？要望地あるんですか？あるあるある。へえー、全然出る気はしないそうだと。本当に何ですか、チャーシューメン？チャーシューメン美味しいよ。美味しい？じゃあ後半頼みますよ、尾崎さん。後半出してください。つまんない、そうだとない。つまんない、何にも来んない、何にも来んない、本当に何も来んない。よし、やりましょう。はいよ。持ち玉が7000ね、750発。 OK と、ここ上皿だから。はいはい、まあ約8000発はい弱。もうこのモードやだ、早く終わってほしい。大当たり後の30回転までかな、取り切れるのかな。まだか、まだや。おや、シュー、赤いよ、赤いよ。まあ、先読みもフラッシュも何もなしですよ。じゃぎょーん。ガギャーン、ガギャーン、ラオー、ラオー、うん、おらんよこれ。あら、俺俺おかしいなって思った。このモード特有のやつですかね。でかもね。ちょおい、8で当たりました。何にもなかったよね。崖の上のラオウです。先読みもないよね。ないです、ないです。初当たり今日3回も取ってます。あらららら、どうする、ハイパーだったらこれ。今日いう日は来るんじゃない。おらやっちゃるけんね。ああ、やっちゃるけんね、今度こそ。ああ、1万パスは乗せよ。また球増えました。32回転、ええ、すごいね。やばい。多分ね、フラッシュせずに
は入り角みたいな書いてあったけど、はいはいはい、あれはこれは多分対象外だと思う。あのバトルに行ってないからね。ああそうかそうか、うん、3の3なんかやったことない。すごいじゃん。これはやらんといけないやつやな。ほんと最低1回は3000取らんといけないやつや。いやだってこれ1万発伸びちゃう可能性だって全然あるんだからね。いやもちろんもちろん普通に、うん、こんなんじゃ3万発まであるわ。やっちゃいましょう、うん、保留でいいんですか。あ王道タイプになってる今。あそうか今だ。保留見えないのかこれ。頼むぞ。ちょっとなんか弱い感じだけど。あれ？ああダメか。リーチになればチャンスか。そうですそうそう。お願いしますお願いします。ユリアー。もらったやろ。もらったやろこれは。見よう。あーカバー。あーもう最高パターン。これは最高。まあこの手のやつチャンスアップあったらもらったでしょう。ねえ。はい。やったー。どうぞ。ラオウ。ああ連れ去られちゃった。三千ちょうだい。ピチョー。ないか。お30%の方でしたか。はい取りました取りました。いや大事大事。はい、これで1万発です。はいはい、いいぞ取れた。全然ハマってないもんね。ヤングさんが見せるパチンコをやってます、うん、保留がいいなやっぱ。保留がいいんだ。なんかさあもう3000欲しい。取りたい。今だ。ダメ。さあどうだ。途中で変化しないのかな。点滅ないときついのか。うわあ。さあこれか。これで当たんの見たいな。ここで当たるの見たいよね。3個しか入ってなかったよ。大丈夫大丈夫平気なの、うん、4個になってるから。ハゲ以外じゃあもう大体これだな。ウルトラハゲなんかチャンスアップ。これも色も変わらんしな。緑。1500だけ。お願いしますよ。これいったら終わりだなマジ。でもあの巻き戻しのチャンスはあるはずやねなんか。3、2、1。あもうバカ。はいや。ちょっぺー。1149。地味に増えてるけど3連続ラッシュでこれはちょっと寂しいな。ええ、おっしゃる通りでございます。とりあえず、1250発。はい、ヤングさん回るからやっぱこれ打つんだね。俺3回連続でラッシュ入って、うん、3回目があんなんだったら1万発だったら他の台行くもんな。ああ普通にな。なんかまあそれはさ次は単発でしょうみたいな。あそういうこと。あ僕はねもうこの大崎さん当たんないんじゃないの。遅刻した上にどやされ、どやされてまあなんか楽しそうに岸本と喋ってはいるけど。あそれはいい、それだったらいい。ちょっともう王選手のホームランみたいになっとるやんな。金がもう減っていくだけなんですけどなったんすか。もうなったんすけど当たりそうにない。これ5枚目だよおい。どうすんだ。そうなるよね。もう当たるまで帰んねんからな。全然よ俺ら帰るけどな。それはもう当たるまで終わらせないぞ。まあ50にやってくださいよ。まあタバコ吸おうぜ。終わらせない。
キャーじゃないよ、ほんとにいろいろ言いたいんだけど、我慢してる、こっちの立場も分かってないくせによ。ちょ、あのさ、あの今俺大崎さんの音声をイヤモンにしてるからね。ああ、そうですか。バッチリ聞こえてますから。やばいですよ、これはちょっと赤い。いろいろ俺は我慢してんだとかさ、なんか言いたいこともとかさ、気象だけやらせよ。油断してたな。ああやって人を脅してなんかやりくりしてる会社ですから気をつけてくださいね。取引それはそう、なんか言ってなんか言ってなんかしてる。すぐ早く来てやりますから。おあ、聞こえてるから、聞こえてるから。お、全部聞こえてるからな、お前な。言うたやろ今。もう来たわ。いきなりバレラッシュモード。あ、しかも今回だと保留玉は元気がいい。お、さあ今回が本物なのかな。次です。赤いですよ、うん、さあこの保留です。ですけどね。ねえ、ないとちょっと弱そうだもんな。白い線香。あ、でも赤い。まだ何も決定じゃなし。これも勝ったとして、誰かいますよね、これはね。はい、これ黄色どうなんすかね。違うね、あの感じはね。でもこれとりあえずスイッチはするみたいな感じで、こっからあ、でも一番良さそうなの来ましたよ。一番いいとこ行ったね、赤堀。これは決めていきたいな。さすがに本当にお願いします。もう一個強そうなの絡んだらいけそうですかね。いけそう。ほら削っていけ。よしよし、できるだけ削れ。よっしゃい。これは成功するし。そうですね、うん、普通に当たってくるよ、これで。そう、頼む。ファイナルがここやね。そうですね。白だけあかんよ。おお、これはさすがに行ったでしょう。なんぼなんでも行ったでしょう。すごい、ボタンがすごい。ビクンビクンしてる、ボタンが。ビクンビクンしてる。よっしゃー、よっしゃー。さあ、こっからです。よかった、来た来た来た。よかったです。季節約季節 4万4000円です、はい、730回転ぐらい回しました、はい、引き打ちするまで結構時間あるんですよね。そうなんですよ、この昇格演出が長いから。はい、まあ、丸飲みしてくれるんで球減らんけどね。まあ、他を見ていきましょう、うん。よいしょ。最低。あれ。え、やばくない？これは結構やばい気がする。緑になるとそれなりに上がるときなんだけど、青、お願いします。
3ラウンドか、すみません、3ラウンドありました、申し訳ない。ただ時短ありますから。そうだ、これもしかいいんだよ、引き戻しはいいんですよ。そうだ、そうだ。ああ、残念。はあ、頑張っていこう。またやり直しですよ。なんか得ようとしたぞ。なんだ今の。あ、これちょっと携帯で先バレ音みたいのやってみたらヤクさん騙されるか。何が起きたかと思ったの。どこからの音を拾うと。大崎さんのやつかなと思ったら、お前の携帯のな。何しようねお前な。いや、あんまりにもなんもないから、なんか先バレ音を集めましたっていう YouTube があったから、まあ、それを僕のマイク越しにヤングさんの耳に聞こえさせたらどうなるかな。なんでそんなことすんの。なんかええ音してた。おう、もうこれからとんでもないことが巻き起こりそうな予感でいっぱいの音がしてた。そうそうそう、う来ないな。来ない。それやると怒られるよ視聴者に。向こうにも人がおるならまだしも。そう、あれと一緒だから、あの大崎さんの足上げと。そうな、同じよ。そうな、同じ。プラスはプラス、まだ、うん、まだプラスやろ。5000発はあるか。1万7000、4000ぐらい勝ってんの。あ、でもね、パチンコがこう勝てる勝てないって全く予想つかないね。なんか他のギャンブルって意外とそういうのって、あ、今日はこういう日だけど、パチンコはね、本当、はい、何起こるかわからない、予想つかない。出るときは、ほら、予想つかない。ほら、今文句をつけようと思ったことになるからさ。、うん、いや、ここで、ここで当てたいですね。これは、この1万入るか入んないか、はい、絶対当たるぞ、はいはい、いや、本当ですよ。おっしょい。これ、これの次、これの次だろ、これさすがに、うん、これは止まれ、うん、よしよし、これ次だ。はい、ドン。なんか石みたいなの来た、はい、バカ。あ、でも、あ、おお、これは強いやつじゃないですか。金ですもんね。そうそう、一番偉いアインクラッドっていう人だと思いますよ。家の、この家のことかいな、アインクラッドって。これは明らかに京一っぽいですね。うわ、すごい強そう。強そう。全然違うね、今までと流れが違いますよ。かっこいい。ショックウェーブ。おお、白黒のやつは偉いやつね。はい、いい音鳴ってる。明らかにいいでしょこれは。ほら。よいしょ。よし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 、今日一、間違いなく今日一。74回。誰来る。こいつあんまりあれじゃない、そんなに。3.5、普通の敵。いや、でも勝つでしょ。はい、はい、さすがにこんだけ。いやいやいや、そういうあの失敗やめてほしいんだよ、この子に及んで。そこはきれいに成功していこうよ。やってよ、なんとか。
よし。いや今のはね、ちょっと不安にさせちゃいけないと思うな。そうですね。まあ言っといて、まあ当たりましたんで、はい、OK です。よし。投資5万円ちょうどで踏ん張ってます。1ですけど、なんかあったりするんですか、ね、いや、多分ないです。ないです。赤に見せかけて、あの紫色がかってか、はいはいはい、赤じゃないんで。さあ、デュエル、勝っていってくれ。はい。さあこれね、強度上げたいですね。ほんと、青で終わっちゃうとちょっとな。とりあえず 25%。ここまではまあいいんですよ。はい、ここからとないの。当たれ50%。 おっ、もう1個上げたい。ワンチャン取りて。いやでもこれで入るときはちょいちょいあるからな。この後の昇格はないんですかね、さすがに。わい知らん、まあ、見たことないですよ、ね、はい、わい知らないんで。ジーターンでした、ジーターンでした。終われない、終われないね、これ。ジーターンで当てればいいんじゃない。ジーターンで当てりゃいいけど、抜けたら終わりか。まあ、良くない展開だな、一番。あんな、やっぱこの尻すぼみってのが一番きついね。やっぱ市岡さん、大移動のタイミングだって合ってたのかな。そうでしょ。お前そんなこと言っちゃってさ。じゃあどれ打つって。俺だったら大移動してたもん。あ、え、吹いた。来ました。来ました。うわ、風来てます。来た。うおー、落ちるんだ。気持ちいい。すごい、ここからの雰囲気。きれい。うおー、自分で褒める。誰も褒めてないから。ありがとうございました、ね。おめでとうございます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 。ありがとうございました。はい、やった。はい。よかった。やっとちゃんと球が出ました。そうですね。はい。単発じゃないんだ。これでも2年目ですから。はい。ありがとうございます。4万円ぴったりでしたっけ。5万円だ。あ、5万円です、ごめんなさい。5万円です。5万円だぞ。1回5万だって。1万3000発ですよ。あ、それでもまだ足りんけど、まあ、10連そうね。はい、また来たみたいなのがないといけんのじゃよ。そう、怒涛の風祭り。そうだよ。で、不安にならないこともまだたくさんある。先読み。さあ、バリンドーン。ちなみにもう完全に不安になってるしてますか。100切ったらもう、まあ、まあ、悪いみたいな、あ、悪いみたいな、ちょっとなりかかるっていう。よくないね、こういう日は。だよ、この中間半端なタイマー。でも3テンパいいですよ。あ、テンパってる。はい。うお、お願いします。2、1。よし、よかった。打
慣れた台だと3点でやってなるんだけど、はい、こういいの大丈夫ってやっぱなるのがね。オーライ、よし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 よっしゃ、あーほっとした。おっしゃ、ありがとうさー、よっしゃよっしゃ、あっやったー、これこれ、これを待ってたんだ、かっこいい、よっしゃい。よし、よねちゃん、あーよかった。さあ、あと2回、はい、あと2回でカーボン行きたいね。これにしたら結構自分的にはこうなるからな。うわー、お願いします、踏ん張れ踏ん張れ。うわー、あと1回2回取りたかったぞー。あと30、地味、そんな終わり方って寂しい。ちょっと地味でしたね。もうちょっと行きたかったですね。もう一声欲しかったですね。まだ終わらなくせないよ。アタック最高、よいしょ。忘れると何もないからな。あ、終わったみたいな。よっしゃい、よし、これで来ればってことですかね。来れば時短がつく。何百回か忘れてる。あれ、お疲れ様でした。はい、ということで以上です。はい、打つんなら打つぞ。そこはちょっと相談してこい。普通に続行で終わりでも大丈夫みたいです。大丈夫ですか。はい、一応じゃあ締めっぽいコメントだけ取りましょうか。締めっぽいコメント、あー負けてしまってねっていう締めっぽい、はい、終わりだよ。勝ち逃げじゃねえや。勝ち逃げじゃない、負け逃げです。負け逃げ、負け逃げだ。でも今日の一番の出玉ピークでやめるから、ね、これは悪いやめ時ではないと思います。来ますから。じゃあギョーンみたいなのが、うん、来ない。これ今日来ないと思うよ俺は。そう、うん、600発もあんのか。なんだその言い草お前。あ、本音がひでえ言い草だったな。本音が出ちゃう。ひどい言い草だったよな。本音が出ちゃいました。俺思ってんのやぞ。なるって、なるって。ヤギ来い。わ、ハートだ。あ、誰か、誰一回リーチや。あ、ダメなやつこれ。おー、帰ろうぜ。なあ、終わりだ終わり。あー、だるこの5000円は絶対忘れずに交換して帰る。そりゃそうだよ、うん、よく忘れんだよこれが。じゃあエンディング外で。はいよ。楽しかったな。パチンコで少々飲まれたからって機嫌悪くなるやつが本当に器の問題でーす。場合そんなこと全然ないですね。お前そこで一つも楽しそうじゃなかったそんな。なあこうやんな、黄昏でアーンみたいなさ。今なんでカメラが回ったそうなるんですか。ガールズケイリー2レース落としました。ガールズケイリーやって、ガールズケイリーやってるの落ちかねえから撮ったんすかね。2レースとも外しました。あ、まあ乗っただけや。ということでワイは最後勝ったようなもんですからね。レンチャン終わり。めっちゃ負けてんすか。レンチャン終わりで勝ったような。あ、展開がね。そうですそう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 、まあ、まっすぐ入りやがって、まあ、パンクさん言ってたの、まあ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 つって流しながらやってたんですけど、最終的には勝ったようなもんです。はい、すごいな。すごいな。ここまで来るとまるで本当に俺がどのくそ言ってるよなって聞こえるじゃない。これね、大崎さんね、やっぱり、ね、フェイクニュース作る天才なんですよ。な、話し方みたいな。世の中をツルツルって言ったらな、そうそうそう、よどみなく言うと、これ大事なんだよね。本当に聞こえるっていうことか。よどみなく言うことが大事なんで。違うんですよ、はい、今日という日は、はい、お前の第一刻から始まったわけですよ、はい、まあ、不可抗力だって言ったじゃん。またその伝説を言い張るんやな。しょうがないけどあるんですよ。そう言い張るんや、うん、なあ、まあ、ほんと。ほんで俺は調子よくポンポンって出たんですけど、そうしたね、ね、うん、まあ、
この間に大崎さんぶち切れなんとかね使わない方向にしようかと思ったんですけど無理なんですって。使います、使います。あれね、どういうことで切れたことになってるんですか。え、だお前いやいや番組の天才上お前そんな蒸し返し方あるな汚ねえんだやり口がなそうこれやってくんすか、この後も今後もこの万発ヤングのやつは一応やるんじゃないですか。やっていく感じですか。やっていきましょうよ出城がないとさじゃあ何何何何だからさやるのはええでなんだやりようってあるじゃないですか。なので、はい、ねこの万発ヤングの実践シリーズだこれなんていう、まあ、だから結局タイトルになってんの向こうあのカメラ止まった瞬間チンコ出してるしあらガッタラガラみたいな見たい人だけ見てくださいこれやってるかもしれませんからほらどうねなんですか。いいです面白い面白いじゃんまあ、まあ、続くからどっかでやるからな見ててくださいよ。頼みますよ。決めポーズはえない。見たい人だけ見てくださいんだ。なんかやってほらはい見たい人だけそんなのねもう終わりや終わりよ。お疲れお疲れ。もう答えましょうね。バイバイ。はい、 OK です。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。